1号艇の吉川選手です。吉川さん、館長宣言それでいいですか？直線に関してはすごくいいと思います。なるほど、はい、というのは逆に言えば気になるところといえばどの辺の部分でしょうか？少しターン周りに違和感はありますけどね、はい、今日はでも一番マシでしたね。なるほどね。じゃあ順位が一番良かったという、まあ、朝のレースも含めて。あ、はい、なるほどね。ということはもう方向性というかもうその辺のところはもう問題なくという。そうですね、ベラの形も大体決まったんで、はい、まあ、一番その自分で気に入っているというか、その辺の足というのはどの辺なんでしょうか？スリットからの足ですかね。なるほどね、はい、ということは常に吉川さんあたりが求めるところの足なんでしょうね。まあ、好きな感じの足は足ですけどね、うん、はい、もうピットマナーにその辺も問題なく、ピットマナーも大丈夫でしたね、はい、ということは、まあ、1号艇当然を守ってあとは24条制覇へ向けてということでよろしいですね？そうですね、はい、はい、期待しております。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、2号艇の平高選手です。平高さん、終わってみれば6走して5勝なんですが、はい、もうこんな足と前傾日、初日思いました？いや、前傾はちょっと行き足がいいので、うん、まあいいかなとは思ってたんですけど、うん、はい。そして、まあ初日、まあ2日目とこう走っていくうちに、こう日を追って右肩上がりで良くなってきたという部分はありますか？前傾良かった、行き足はなくなってたんですけど、うん、乗り心地とたんまりすごい良かったので、うん、まあ、自分好みだったのが良かったと思います。なるほど。もう順位もその感触というのは変わってなかったですか？あ、そうですね、はい。ピット離れ、その辺はどうでしょう？ピット離れちょっと分が悪いですね、うん、はい、まあ、優勝者の2号艇ですけれども、まあ、基本は枠内の2コースだと思いますけど、はい、ニコロスというのは平高選手は好きでしょう、得意でしょう？いやー、あんまり好きではないので、はい、もうとにかくあとはおそらく1コーナーどういう展開になるか、おそらく指すかなというような展開かなと思うんですが、どうでしょう？そうですね、まあ、展開見てどっちでもいけるようにしたいと思います、うん、はい、わかりました、期待しております。3号艇の細川選手です。細川さん、この49号機乗り味変化ありましたか？いや、エンジンはもう何でも一緒です、うん、はい、それと巡洋は取り付けを0度に跳ねましたよね、はい、これはで跳ねたことによって例えば伸びが良くなったとかそういうようなことはありましたか？いや、鈍感なんでちょっと全然よく分かりません、うん、はい、でも感触としてはまくっていって1コーナー、普通2コーナーで締めたあの感じはすごく私はよく見えたんですが、いや、やっぱり2番が上手なんで1マーク押されましたね。やっぱり、ね、あの辺のテクニックやっぱすごいですね、はい、それと優勝戦を目指して何か考えますか？いや、もうこの陣営のこのセッティングでいくその辺の部分はどうでしょうか？いや、もう一走目から何もしないんで、もう、うん、もう何もしません、はい、まあ、3号艇、まあ、ピットバナレを含めてやっぱり枠内の3コースかなという。いや、もう地元の方いらっしゃるんで、もうどこでも空いたコースからでいいです、はい。スタートの方は自分の勘と合ってきましたか？いや、もうそういう自分のスタートとか持ち合わせてないんで、お適当です、はい、はい、わかりました、はい、頑張ってください。4号艇の星選手です。星さんのエンジンは私は初日あたりはどちらかというと出足系かなと思ったんですけども、もう逆のなんですね。まあ、そうですね、今は伸びの方がいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、その出足も落ちずに伸びが来たというそういう評価でいいんでしょうか？そうですね、ちょっと乗り心地がおかしい部分があるんで、まあ、そこだけ直したいですけど、うん、なるほどね。そして、まあ、巡洋の時、この時1コーナー先に回ってという展開だったんですが、まあ、その辺の足というのは、まあ、乗り心地運よりも、うん、まあ、ちょっとスタートを先行されたので焦っちゃっただけです、うん、あ、なるほどね、はい、もうやるとしたらはペラでという。まあ、そうですね、ペラぐらいです。ピットでその辺はどうでしょうか？まあ、その辺はしっかりします、うん、まあ、4号で、まあ、角線になるかな、角の4コースかなというそういう感じでよろしいんでしょうか？そうですね、ほぼそれを想定しています、うん、まあ、スタートの感は実際とは
合ってる。合ってます。はい、わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。五号艇の瀬山選手です。瀬山さん、3日間を振り返るとやっぱり2日目のアタッチで残ったあれが大きかったですね。そうですね、もうあれで助かりました。まあ、そして、まあ、エンジンのことですけれども、初日からはやっぱり水準以上ではあるなというようなコメントでしたけれども、その足は変わらず10位まで。いや、もうあんまりいいように思わないんだけどね、やっぱり自分のあれ合ってないんですよね。あ、まあ、レースのスタイルに合ってない、はい、もうあんまり変わらないんでやったんですけど。ということはその辺を含めて、まあ、優勝戦まで時間がたっぷりあるわけですが、何かやりたいな、やるその辺の部分はどうでしょうか。いや、もう佐藤くれんごといただけて。なるほどね、はい、じゃピットバラでその辺はもう問題なく一緒に行きます、はい。まあ、5号艇ですから、もうおそらく、まあ、5コースかなということでよろしいでしょうか。うん、そうです、はい。まあ、特にまあ4カドの人が攻めてくれれば、あの展開というのが向いてきますからね。そうですね、はい。スタートは大体掴めてます。いや、わかりません、ね。まあ、あとはもう展開を捉えるだけの足はあるというそういう評価でいいですよね。そうですね、もう1回か1号ぐらい行ければいいですけどね。はい、分かりました、はい、期待しております。はい、6号艇の石橋選手です。石橋さん6走したんですが、はい、2日目の後半ぐらいから少しエンジン良くなってるなというような感じがしたんですが、ご本人はどうでしょうか。まあ、そうですね、足は変わってないんですけど、乗り心地が、そうですね、2日目後半から、はい、良くなった。そして順位の時はどうでしたか。まあ、悪くないと思ったんですけどね、はい、まあ、足が違いましたね、ちょっと、はい。ああ、なるほどね。まあ、それとあの3日目、まあ、今日なんですが、回転が足りないという選手が結構多かったんですが、石橋選手はそんな辺はどうでしょう。あんまそんな感じなかったんですけど、ね、なるほど、はい。ということはもう大体優勝戦もセッティングとしては自分のこのままでいけるかなという感じ。まあ、もう思いつくことないんで、はい、このままいくと思います。はい、まあ、6号艇ですけれども、コースはどうしますか。まあ、もう大体基本枠乗りなんで、はい、なるほどね。じゃあ、まあ、6コースになったとして、まあ、ダッシュのスタートはまずつかめてるという。いやー、基本ダッシュ下手くそなんで、まあ頑張りたいですけど、うん、はい。まあ、展開をつけるだけの足はあるよということでいいですよね。そうですね、そういう仕上がりに、はい、していきたいですね。はい、わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。